お疲れさんです。ノムです。今日もときめも続きからやっていきたいと思います。ですね、終業式終わりまして、自由にこういうのをね伸ばせるんですよ。とりあえず多分ストレスが溜まったら寝ましょうみたいな感じなので、流行ね、流行を知りたい。流行つかみます。マジ雑誌読むだけなんや。見つけた。あら、ほら、光る。光る。あ、昨日風間くんと一緒にいた子。あばしろい。え、単発の金髪。あなた、羽ばたき学園の中等部にはいなかったよね。いなかったです。私、高校時代の加納姉妹みたいな人たち。うん、羽ばき学園の中等部じゃなかったけど。みちるお姉ちゃん、いたら光たちとっくに気づいてるって。美香さんと京子さん、みちると光か。分かってる。ね、なんで話しかけていいだろう。どこかで花つばきツインズだよ、マリー。マリー？光る、ダメ。自己紹介する前にニックネームで呼んじゃう。え？双子の花椿ツインズ。あたり。マリーって俺の花椿光るだよ。私は花椿みちる。かっけえ。これからよろしくね。マリー。すごいな。あ、うわ、うちの名前？マリー。私のこと？そう。なんで？可憐で幸せに満ち溢れる女の子。まるで愛らしい花のよう。え？初対面で？少しだけど、光たちと同じ匂いがするんだよね。すごい。どんな見た目なんやろ。まだ目覚めてないだけ。でもね、ちゃんとつぼみは色づいてる。ね、お姉ちゃん。すごい。変に思わないで。思う。私たち花椿一族にはちょっと変わった力があるの。力、カタカナで。だから私たちには見える。高校生活でマリーを彩ってくれる。虫歯できてるんですか、あなた。たくさんの花たちがずっと左側支えてますが。うんうん、恋愛したら光に何でも聞いてね。おしゃれが気になるなら私に聞いてね。なんか先輩がアドバイスしてくるわけね。あ、うん、ありがとう、みちるさん、ひかるさん。ひかるでいいよ、マリー。いいの？マリーはどっから来た？私もみちるでいいよ。じゃあまたね、マリー。すごい、すんなり受け入れるな、マリーを。あの世界的ファッションデザイナー花椿ゴーロの親族の人気モデル花椿ツインズが同じ学校にいたなんて。みちるさんはファッション、ひかるさんは恋愛の相談か。ところでマリーってなんだろう。なんでマリーだよね。あばしり、脱獄子、間がないもん。あ、そろそろ予鈴が鳴っちゃう。教室に戻らなきゃ。どでん、わ、ごめんなさい。あ、急な方向転換は危険だ。服変わってる。木村先生すみません。怪我をしてからさせてからでは遅い。以後気をつけなさい。しっかりした人や。はい、すみません。あ、木村先生のネクタイにチョークの粉が。落としてあげよう。な、何を。あのネクタイにチョークの汚れがついていたので。そうか、大変失礼。新手のスキンシップかと勘違いした。まあまあまあ思うよね、そうやって。男だもん。急に触られたらドキドキするよ。私はここで長年教師をしている。君のような元気な生徒から幾度も、うん、あるわけね、そういうことが。でも私にはスキンシップは難しいです、うん、よろしい。私でよければ練習台になろう。いいの？あ、じゃあお願いしてみよう。では始める。え？
スキンシップの基本を頭に叩き込みなさい。白昼堂々廊下の中で。スキンシップエリアは大きく分けて、頭、目元、口元、体、腕の5つ。目元触れるん怖いな。エリアによって伝わる思いが違う。なんとなくわかるだろう。ここまでが基本だ。シャリンガン取るとしたら理解はできたか。まあまあできました。よろしい。次はスキンシップのアクションについて具体的に説明する。まずはタッチ。相手に軽く触れてすぐ離す、ね、ポジね、軽く視線を送る。そんな意味合いだ。そんな意味があるんや。次にスライド。スライド、擦るように触れる。擦る、体をくすぐったり寄り添ったり、相手の意識をこちらに向ける。そんなところだ。最後にためタッチ。ためタッチ、一点に触れたままにすることだ。見つめたり、これ思い切った行動を意味する。なるほど、ためタッチがすごいんや。じゃあこれら3つのアクションを覚えておきなさい。君が相手に触れる部位、触れ方で様々な気持ちを伝える。これがスキンシップだ。一番強いんじゃない。以上、理解したか。しました。よろしい。触れ合う相手との関係もスキンシップの満足度に影響することを覚えておきなさい。ほう。要は駆け引きを楽しむ余裕が持てるかどうかだ。では実践だ。的は大きい方がいいだろう。腕や袖を引っ張る、そんな意識でやってみなさい。実演講習だ。来い。え？あ、ここね。はあ。え？そう、手や腕をスライドするんだ。私の頭部を見て。さあ、来たまえ。むず。私は見ろと言った。見るときは軽くタッチだ。私の目をじっと見つめ、いつでもよろしい。あ、間違えた。そこではない。見当違いも甚だしい。慌ててはダメだ。では、分かりました。では、はい、今日のレッスンはここまで。むっちゃ失敗した。いいとこない。もうちょっとだけお願いします。補習というわけだな。では実践だ、はい、では口元。口元。私の口に視線だ。実演講習だ。来い。いいの？こら、何を。視線を送るのは軽く。次は近づくイメージだ。実演講習だ。確かに。来い。お、寄り添う。いいんじゃない？自然にできているな。おい。エクセレントだ。私の頭部をスライドしてみなさい。さあ、来たまえ。おお、うん、迷いがなくて大変結構。おお、よかったよかった。エクセレントだ。焦らなくていい。着実にこなすんだ。では、はい、よかったです。できました。うん、若者らしい健全なスキンシップで信仰を深めることも大切だ。あ、意外とそういうの厳しくないんだ、先教頭は。不純行為、不純行為みたいな、そういうことではあまりない。今日はいいお天気だな。よし、お散歩して帰ろうと。贅沢な余白。たくさん歩いたし、そろそろ帰ろうかな。おい、あれ、花椿五郎じゃないか。え、お父さんやん。本当だ、世界のファッションリーダー五郎先生だわ。五郎。え、花椿五郎、そんな有名な人が来てるの。見つけた。あ、ちょっとそこのあなた。お姉かん強思ったより。え、そう、あなた。ちょっとこっちへいらっしゃい。いや、思った大丈夫、花椿やな、やっぱり。親、あれなら、あ、違う、子供あれなら親こうやな、やっぱり。あ、はい。怖いもんね。目を閉じてもらえるかしら。怖いな。
目を閉じてって言ったでしょ。警察呼ぶって走って、あ、はい。恐ろしい人やな。そう、そが、ほう、あら、このヘアピンは、無駄にイケボ。もういいわ。あの世界的ファッションデザイナーの花椿五郎先生ですよね。どうも。でもね、今ここにいるのはハバチャの特別アドバイザー、花椿五郎よ。ハバチャって羽ばたき師の総合情報誌、羽ばたき坊ちゃんの。そう。そして今日からあなたはハバチャの新人編集部員。え？むちゃくちゃやなこの人。忙しくなるわよ。この羽ばたき師にいるダイヤの原石たちを見つけ出すの。怖いな。そう、輝く才能を内に秘めた子たち。ポケモンの幹部みたいな感じだ。ダイヤの原石がザックザック。ポケモンの敵組織の幹部。あなたがその原石を今を輝く素敵な人に磨き上げちゃって。そんなこと私に。心配はノンノン。あなたならできる。単なるバイトと思っていいわ。気が向いた時に羽ばたき師を歩いて素敵な記事を書いてちょうだい。それじゃあ頑張って。アデュー。肘の紫バンドが一番怖いんだあれ。何の意味があるあれ。血圧測っとんかあれ。行っちゃった。私がハバチャの編集部員に一体どうすればいいんだろう。それどうすればいいんだろう。お、さて今日は何しようかな。勉強しようか、部活に入ろうか、それともハバチャ用に取材をしてみようか。部活入ってみたい。クラブに入ろうや。あ、ミチルとヒカルとも遊べる。部活入ろう。新体操部ね。手芸部いいじゃない。生徒会もめんどくさそうやな。演芸部はあの先生がおったんや。マネージャーはちょっと嫌やな。なんで雑用せないけんだろ。柔道もしんどいし、吹奏楽もしんどい。手芸部しよう。手芸部入ろう。入ります。変わったもんだな。筒状なんやもんが。手芸部に入ろう。より良いクラブ活動ができるよう頑張りましょうね。はい、よろしくお願いします。よし、頑張るぞ。あ、もう入りましたってだけ。一回あの活動しに行こう。ん、あれ、風間くん、おはよう。もしかして待っててくれたの。待つも何も通り道だろ。あ、そっか、本当に小学生の時に戻ったみたいだね。そうだな。お前見てるとブランク全く感じない。そうなの。まあ、成長してないとも言う。あ、意地悪なこと言うな。そっち系？まあ、恋下手やろ。そうか。背がだいぶ伸びたよね。あ？当たり前だっつーの。何年前の俺と比べてんだよ。9年前。はいはい、いいんですよ。今日もお前は平常運転ってことで行こうぜ。めっちゃアホ扱いしてくるやん。クソ、こいつ腹立つな。もうどういうこと？どういうことっていうのもどういうことよ。何混乱してんやん。網走よ。お、順調に行きそうだな。風車の願い事。そっか、風間くんがそう思うなら間違いないかもね。知らんもんね、網走は。風間くんの願い事は私の願い事でもあるから。お前は間違いなく元気だし、俺は時差ボケも解消したし、あとは何？
ってこい。隠れるもんない。キャッ、こんなところに水たまりが。鮮やかなドジっ子っぷり。いい、面白すぎる。面白い女。言いたいよね。もう。ほら、手貸して。いつまでもそこ突っ立ってたら、靴に水が染みちゃうぞ。イケボやな。くそ、顔がいいよな、こいつ。あ、いっそ靴脱いじゃって、下駄箱まで背負ってやろっか。え、はい、おんぶ、ね、遠慮なく。うわ、イギリス紳士になっちって。ちょっと風間くん、大丈夫だからね。みんなが見てるよ。ねえ、あれ風間くんだよね。何してるのかな。一緒にいるあの子誰。知らない。でも仲良さそう。別に見られても俺はちっとも困らない。私は困ります。恥ずかしいよね、女の子。お、気配りがめちゃくちゃ下がっていってない？あ、違う、魅力がやばい。ちょっとなんか知らんけど60は切りたくない。あ、日曜なわけね。何伸ばそっかな。運動下がったね。でもやっぱ部活行こう。部活がね、いいよ多分。おい、お前ら、魅力が下がるの。俺が見えてんのかよ。来週の日曜は課外授業だ。あ、そうなんや。休みの日に俺の顔見たいっていう既得なやつは参加するように。既得なやつ。どうしようかな。とりあえず手挙げてみよう。よし、参加しよう。 お前ら結構真面目じゃん。感心感心。じゃあ参加するやつは日曜な。今度の日曜日か。寝坊しないようにしないと。風間くんは来るんかな。風間くん以外のメンズがまだ全然出てきてない。1ヶ月経つのに。何年スパンこれ。あ、見かけ先生だ。ニックネーム。御曹司って呼んどこ。御曹司。なんだそれ。やり直し。振り向くんや、一応。言っちゃった。今の呼び方はダメか。そりゃそうやろ。俺急に御曹司って言われたらびっくりするもん。え、もう課外授業？課外授業行こう。もうみんな集まってるのに先生どうしたのかな。御曹司。おスーツで。間に合ったー。寝坊したな。間に合ってはいませんよ。すみませんでした。勢いで乗り切る作戦失敗か。それじゃ始めるぞ。どこ行くんやろ。今日の課外授業はここだ。定番とか飽きたとかつまんないことは言うなよ。おい、とはいえ要望は聞くぞ。見学したい場所に挙手してくれ。絶対しろ。わかった。天使閣組は俺が引率するから、ついてくるように。そうなんだ。お、気合入ってるな。スキンシップ行くぞ。ん？ん？そう簡単には触らせないぜ。あら、俺この先生むっちゃスキンシップしてた。おい、それ以上乗り出すなよ。怖いな。危ねえだろ。高いところ苦手なんですか。なんでだよ。得意だよ。なんでそんな嘘つくの。いい眺めだ。ち
番肩の尖った部分触ってやろう。なんかお前だけ近いぞ。言えた。すごいな、先生に積極的やな、アバシリ。今日の課外授業とても勉強になりました。ならいいけど、興味があればまた来いよ。よし、みんないるな。1時ぐらいで。これで課外授業は終わり。気をつけて帰れよ。はーい。帰るまでがね、遠足だから。これさ、ストレスって何本まで溜まれるんやろ。気配り力ってなんだ？わからんけど、一回気配活動してみようかな。むっちゃ失敗しとった。あわしり、あ、五郎先生からメッセージだ。森林公園の一角に新スポットが誕生したらしいわ。ぜひ記事にしてみてちょうだいか。よし、ハバチャ新人編集部員として早速取材に行こう。結構乗り気なわけね、あわしりは。さてと、五郎先生の言っていた新スポットはどこにあるのかな。わあ、綺麗な泉。ここが森林公園の新スポット。ホタルの住みかやな、多分。早速来たわね。ああ、ゴロ。無駄にイケボのゴロ。お、怖い。露出度が怖いな、ゴロ先生。美しい場所でしょ。水路を引き直したおかげで、夏場にはたくさんのホタルも見られるらしいわ。イケボなのが。ホタル、素敵ですね。それだけじゃないの。このホタルの住処には秘められた不思議なパワーが宿っているのよ。パワー？何のパワーよ。そう、ホタルたちが光を放つ時刻に思いを寄せる人と一緒にあのアズマヤに行くと。アズマヤ。あら、びっくり。相手の知られざる心の声が聞こえちゃうんですって。心の声が？すごい。本当ですか？信じるか信じないかは、あら、聞いたことあるぞ。あなた次第。すごい、聞いたことある。関が言ってそう。さ、あなたらしさの詰まった記事を楽しみにしているわ。それじゃ、アデュー。アデュー。今度から使おう、アデュー。新スポット、ホタルの住みか。早速帰って記事にしようと。仕事が早いね。すぐして偉い。ふう、できた。すごい。まあこんなもんだよね。それじゃあ送信。あ、失敗してる。ハバチャ新人編集部員になって初めての記事が配信され、記者レベルが1になった。あ、五郎先生からメッセージだ。今日は記念すべき記者デビューの日ね。その調子で記事をガンガン書いて記者レベル上げてちょうだいか。アデュー。よし、たくさん記事を書いて一人前の記者になれるよ。頑張るぞ。記者になりたいん？あ、未読のメッセージが。お友達とチャット、なんちゃらが、あ、なんかまあいいわ。乙女のお庭。ああ、3人でね。あるわけね。あ、お、新しい DJ。 いいね。自分のした記事がね、こうやって見れるって。主人公こんな見た目ないな。アルバイト情報。ガソリンスタンドか。ちょっともうちょい女の子っぽいやつがいいな。どうしよっかな。みちるちゃんと遊ん、あ、ひかるちゃんと遊んでみよう。次、じゃあ
今週は、あ、今日やった。今日はここぐらいで。また皆さん、バイチャー。